たまたま。新年明けましておめでとうございまーすと言いながら、かまたまでは昨年のネタをまだまだ引っ張りまーす。今シーズンお疲れ様でした。お疲れでした。あの軽い感じでしょ。軽い感じなんですけど、はい、祝賀会の時はどうもすみませんでした。いやいや、可愛かった。すごい、だった。はい、じゃあ続きまして、泣きすぎやーって突っ込まれてしまいましたけど、いやでもね、本当にみんな泣いてたんですよ。あそこで泣いてたのは私だけでしたけど、試合見に行ってた時にね、周りの人たちみんな泣いてて本当に劇的でした。選手も泣いてましたね。こっちは僕も泣いてました。あ、本当ですか。はい、俺すぐ泣くんですよ。俺試合前から泣いてた。それダメじゃないですか。ほんまに、まあ、みんなにバカされてた。俺泣くなや。今日はキックベースボールでしたけれども、はいはい、コーチのチームがどうでしたっけ。勝ったんですか。負けたことない。あ、負けてない。今日勝ったんですか。じゃあ、いや、まだ続いてると思ってるから。いや、もう終わってますよ。誰もいないじゃないですか。協会の時点では負けてる。まだまだ負けてる。でも負けは認め。協会で普通勝負つくんですけどね。一応協会で一段落。なるほど、まだ俺の中では続いてると。負けてる。なるほど。じゃあそっか、じゃあ負けたんですね、とりあえず今日は。負けたかもしれない。やっぱちょっと和やかな感じでしたね、今日は。そうですね。どんなこう会話というかしたんですか。会話、くだらんことしか言ってないですよ。完全ガヤ芸人でしょ。ガヤの方なんですか、しかも。完全ガヤですよ、僕は。ガイシーズンのこととかって聞いても大丈夫なんですか。まあ、ほんわり答えれる。あ、本当に。あ、じゃあどんな感じでやっていくんですか、 J2 のチームとして。監督が決めることなんで。今度ね、だから J2 になったら沖縄じゃなくて北海道ありますよねって言ったら、カニって言ってたんで。マリモ。あかん、この方。そんなところに行くことあるんですかね。ない。ただあの、いろんな人たちが加賀に来るじゃないですか。それがすごくいいのかな。あー、でもそれ監督と被ってます。監督もそれ言うなよ。ちょっと今向こうで真面目なのやってますから。他は他だから、他うん、何が楽しみ、うん、いやそれはもう単純に香川にそのレベルの高いサッカーが来るっていうのはすごくいいことやるし、うん、それを子供たちが見れるでしょ。そうですよね、はい、そしたら変わってくるんじゃないですか、香川県のサッカーっていうのは。初めの会話で言うとね。いやでも本当にこう、本当にあの丸亀の競技場に来るんですよね。来るんですよね。だからなんかちょっとこう変な感じで言うとミーハー的なけど、数があるんですよ。え、今度来るんですか。横浜 FC です。あ、来ます。そうなのか。キングカズ来ます。そっか、じゃあ、え、なになに。私の好きな選手で、にやけてえ、にやけてえ、たぁ、ガンってされた。もしかしたら残るかもしれないですよね。あ、今はふわふわしてボトミさん。あシール貼ってるし。え、どこに。携帯に。あ、そうなんですか。シール貼ってすごい、ハードコアですね。あのボルト兄さんたちなんかメッセージお願いします。いやいや、1年間ありがとうございました。本当またかまたまに全く関係ないこう、マツケングランプリのタオルをハンドマタオルをこうやって広げながら応援ありがとうございました。本当赤いやつね、はい。